こんにちは。こんにちは。こんばんは。急に褒められちゃった。わあ。かわいい。こんばんは皆さん。メールちゃんと届いたかな？ちゃんと。何つ送ったんだろう、分からず、もうお休みメール送っとこうと思っていっぱい送りました。みんなに怒涛のメールになっちゃったかもしれない。こんばんは。写真面白いって。お日様コーヒーさん、ありがとう。レインボースター、今日は水色です。水色リコチ、着物似合ってました。って嬉しい。腹筋頑張れヤンキー。接近戦来た。え、すごい。現地の話が嬉しい、好きなので。本当。現地まであともうちょっとですね。やばい、あと4日ぐらい。楽しみ。一日に何通ぐらい。7通は送るように努力してるけど、7通前後。金友さん、お疲れ、ありがとう。脂肪燃焼しないスープはもうおしまいだよ、おしまいだよ。うちのうさぎかわいいだ。私前髪が伸びてきたな。こうやって、あ、うちのうさぎのいびきです。うさぎのいびきです。ユウがいます。ユウ、ユウ、ロクさん、キラキラ、ありがとう。リコチメール取ってみようかな。お待ちしております。ハッシュタグリコチ、リコチメール返信とかも読んでるので。どうだろう、恥ずかしいな。あ、とろけちゃった。ウサギがとろけてます。いやー、先に気を取られますよ。モアイさん、かわいい、ありがとう。ポポタン様の写真、あ、昨日ツーショット撮ったから、あの、送ろう明日の朝。直接1枚しかないの、何事、何事。昨日はすいませんでした。語彙力帰ってきたよ。おかえり、酔ってたんだね。昨日タワー投げた3人みんななんかお酒絡みで。ねえ、リコチメールはリコチがひらがなでメールがカタカナです。リコチメール、ネギトロ食べた。うーん、美味しいよね。私も幸せでした。にゃん吉さん、かわいい、ありがとう、ありがとう。あ、起きた。早っ、モバメ今取ってきました。え、行動早っ、嬉しい。じゃあ明日もよろしくお願いします。まあ、でもきっとそんな私できる人間じゃないので。あの、朝あんまり届かないなみたいな、寝てます。寝てますのでお気をつけください。リコチなんで来ないのかなって。うん、体調悪いのかな、リコチ。あ、寝てます。リコチメール OK です、よろしくお願いします。コイミブさん、ありがとう。線香花火ありがとうございます。やりたい。スケーモンさん、バラありがとう。モアイさんもハートありがとう。酔っ払ってなかった。朝弱いの。ん、なんか私朝強いですよ。朝寝起きもいい方だし、でもあの、だいたい夜更かししたら激弱です。みんなそうか、夜更かししてます。今日も夜更かしするつもり、なんか夜更かしするつもりですよ。うん、かわいい、いびきかいてる。いや、アニメ20話あるんですけど、あと8話。モアイさん、ハートありがとう。寝てます。そう、 T シャツスティーフカラー、水色。おはようメールが、え、夕方届いてる。嘘、夕方は届、ちゃんと昼には届いてる。15時とか
きる気ないよ。え、お箸が休まなかったね。箸かんざしチャレンジしたけど無理でした。あれあれねえ、それってもしかして髪の毛問題あれ、私の知ってる、あれあれ面白い。夜更かししてます。やんちこいいですか。今日も綺麗だね。なんか口説かれた、ね、嘘。かき氷、かき氷見れない。今本当にちょっとなんかソファーの裏で配信してるんで水分のメール届きました。冷えてるお水好きなんですよ。いびき BGM でグーグーです。水分メール、みんな補給してね。髪の毛切りたい欲望、こんぐらい。あ、6が2つある。てで、今日もとても可愛いね。口説かれてる。聞こえる、いびき。ガワさんありがとう。だとキラキラ星、うん、できた。ぜひ水分を補給してください。皆さんぜひ。ゆうきさんありがとう、きれい。ははあ、もうなんかちょっとそのあれにはなれませんね、私。ギフトには、こんにちは。今日はまあのんびり話していきましょう。私は何もしていないので、みんなは最後のこのお休みの間、おーすごいえすごい、何これ、今の、え、ちょっと今焦った、うん、今すごい焦りました私。え、今思ったらルームがすごい流れ星仕様になってる。今気づいたかも。たっきゅんありがとう、キラ流れ星ボックスかな、ありがとう。え、すごい。にゃん吉さんありがとう、キラキラ星。うん、浴衣写真、よかった、嬉しい。浴衣似合ってましたか。似合ってましたかね。流れ星シャワーだった。うさぎちゃんは確かに、いびきしか聞いたことない。確かに、いつ起きてるの。え、結構この時間は眠眠なことが多いですね。このうさぎちゃん今の時間は眠眠、朝昼夕方夜。え、でも結構夜行性なので、うん、これから活発になって寝て、活発になって寝て繰り返します。テイカーさんキラキラ星ありがとう。え、昨日から変わってたの、嘘、気づかなかった。にゃん吉さんキラキラ星ありがとう。さやまさん誰もありがとう。流れ星攻撃、ピッピのピッピ、確かなんかそういう攻撃するよね、違うっけ。ピッピの生息地がなんかそういうところだよね。そう、ねむねむの時間。寿司職人ショタマルさんレインボースターありがとう。あ、それ指を振る。何も攻撃になるピッピなんか何の山だっけあれ、勝手じゃん。あ、全然お月見山、そうだよね。なんかすごい私お月見山のお話すごい好きで、
すごい好き。なんかピッピが、ピッピって宇宙から来たみたいな話だよね確か。モアイさんハートありがとう。だからすごく好きでピッピの話。そう、お月見やな。なんかピッピの集団みたいな。ピッピかわいい、好きな石。こんばんは皆さん。そう、ピッピかわいい。でもピッピはそんな強くないのに可愛いから手持ちに入れようとしたけどやめました。パーティーは結構揃ってた。あれってなんで、ソウル&シルバーだよね確か。違うっけ、ソウル&シルバー、ソウルシルバー&ハートゴールドソウルシルバー&ハートゴールド。私もパーティー揃ってたんだよな。なんか初期のポケモンの方がさ、なんかいいよね。初期のポケモンの方がなんかいいよね。確かにマリルもなんかもうみじゅあのペポッチャマあの御三家水タイプ選んでるのにマリルが可愛いからマリルからマリルリに進化させて、あとサニーゴも好きだからサニーゴも、サニーゴは違うか。でもなんか水タイプポケモン結構なんかあのあれさせてたな、渋滞させてた。パーティーでなんだと思う。ウサギさんの愛の手が入ってるでしょ。今日も可愛いだよって。ポケモンはどこから始めた。ソウルシルバーハートゴールド、だから第3世代から始めたかな。でもお兄ちゃんは普通に第1世代からやってたような気がする。でも第1がポリポリこんばんは皆さん。すごいすごい、ジョーといけるの。すごい。なんだっけ、でも結構やってたような気がする。そう、兄ゲーマーでした。こんばんは皆さん。あ、ルビサファ、あーやってた。あの水五郎とかか。やってた、懐かしい、めっちゃ懐かしい。でもアニメが好きだったな、水五郎。私水五郎となんかハッスーかなんかポケモンのお話めっちゃ好きだな。水五郎と出会う、ルビサファから始めた。みんなすごい。ストシンさんありがとう、キラキラ星。じゃあ私ソウルシルバーハートゴールドは第二になるのか。チコリータって、チコリータから始めたから私ポケモンは。でもルビサファーはやってた。懐かしい、あのフォッサマグナみたいな、フォッサマグナみたいなやつ出てた、戦ってたもん。懐かしい、初期ポケ、初期に出てくるポケモン。第二だ。エメラルド強い。私が、でもそれ兄が買ってたからやってただけで、私がちゃんと歴史として始めたのは、自分のとして始めたのはブラホアです。だから私はもうブラホアに命をかけたな。他は全部兄がやってたのをやらせてもらってたそうなんや。わかんない、何なんだろう。そう、ブラホア黒白、懐かしい。私のパーティーはミジュマルの進化のあの大剣気と、あと大剣気はあの草に弱いけど、あのなんかすごい虫タイプの技を覚えるから、そう
ドレディアしか勝たん。好きそう。好きそう。しんいちさん、ハートありがとう。え、ありがとう。え、似てるじゃん、だって、ドレディアって。ドレディア、アンナちゃん似てる。なんか、メンバーでポケモンに似てる子とか、なんか、見つけたい。あとは、猿みたいなやつ。なんか、ラッコからなんか急に、四足歩行になるんですけど。大剣気と、あと、なんかね、ラプランゼルみたいな、ルクルッセルみたいな、なんか、あのエスパータイプ の, あの緑色の、なんか、ランクルス、よくわかったね、そう。なんかダブランから、そう、こうやって、どんどん進化させて、あの、育てたのと、ランクルスと、大剣気とランクルス。そう、シャンデラ、わかる、キリキザもいいよね。そう、シャンデラもパーティーに入れてた、炎タイプだから。あとは氷タイプのあのバニープッチ、バニリッチみたいな、バニリッチと、高校に授業中ポテチ食べながらやってた、どういう高校。どういう、すごい、そのバニリッチ、氷と、あと何だったかな、ツインジェクロムは、でも結構最強なパーティーで四天王戦いに行ったな。ユニラン、ダブラン、ラングルス、あ、それか。四天王戦った後にまた新た、あ、ギギギアルだ、ギギギアルと、あとはあのですね、あの電気ナットレイとか、あとバチュランみたいな、バチュラン知らない、私第6から知らない、アニメも追えなくなっちゃった。なんかバチュラーみたいな、育てよったな、懐かしい。ケンタッキーさんありがとう。デンジュラ面白い。ケンタッキーさんキラキラ星ありがとう。よくわかるよね、ハートありがとう。ブンちゃんだるまありがとう。今日もしかして STU の日、そんなこと、懐かしい。また久々にしたいな。今はまたスイッチ、マリオカートを買おうかなと思ってる。どうなんだろう、どうですか。マリオカート7はやってたんですよ、 3DS、 また買おうかなと思ってる。今日 STU の日なんだ、よかった、配信できて。スプラトゥーンはしたことないけど、あの私ほんと戦隊系苦手なんですよ、得意じゃない。マリオカートは得意なんですけど、なんかあの技を繰り広げたりするのが本当に苦手で、あの目の前に敵が来たら本当 IQ ゼロになるんですよ。なんか IQ がゼロになるんですよ。冷静になれなくて、そう、もう叫んでる、あーなっちゃうから、ちょっと あんまりスプラトゥーンはできないけど、先行試写会をあのしたことならある。スプラトゥーン2の先行試写会をやって、なんか面白い、欲しいってなったけど、きっと下手くそだろうなと思ってやめてる。でスプラ3が出るみたいな、今出てるか。そう、対人系のゲーム苦手なの。ゆうき、ハートありがとう。そう、配信は結構不定期かも。今聞こえてるのってポポタンのいびき？キハートありがとう。いびきです。そう、勢いでプレイする。そう、冷静に考えられなくて。そう。だから寝てる。そう、だからあんまり難しくて、私にはそうなんかね、あのなんか
うさぎはいびきかくらしいよ、みんな、結構みんな可愛いでしょ。そうなの、いびき激しいでしょね。うさぎって結構いびきかく。そう面白い。ポポタンなのこれ。もう日常茶飯事よこれ。確かにバレちゃうよ敵に寝てたら。かわいいでしょ、かわいいの。リコチはどうなんだろう、寝てる間ってわかんないけど、私はいびきじゃなくて歯ぎしりがすごいってよく言われます。うん、リコチはまたすごいね。ね、そうだよ。ちょっと自分のいびきで起きる。歯ぎしりしちゃう。ん？チュール。頑張れ。私もチュール欲しい。私もチュールが欲しい。チュールチュールちゃおチュール。私はまだ歯ぎしりでそういうあのなんか。まだそういうの起きたことないけど、どうだろう。私もチュール欲しいな。チュールってどんな味がするんだろう。結局私はスプラトゥーン欲しいって思ってるし、スプラトゥーン欲しいし、でもなんか公園とかで忙しくて買うのやめとこうと思ってたんですよ。そう、でもお盆に買っとけばよかったな、マリオカートと。でもアニメも忙しいし、結局そうアニメも本当私忙しい今、アニメで忙しいんです。ううん、買ってない。あとなんかバイオレットみたいなの買ってないの。そうなの、マリオカートかスプラか、そう買おうかなって思ってるけど、アニメは今不滅のあなたよ見てます。はぁーってなる、あーってなる。私は本当にあのアニメ良すぎて、最初はん全然面白くないんだけどなるの、4話ぐらいまで。ん、何この話、どういう話をしてるのみたいな。まだ売ってないよね、なんかこれから、そうそうそう、これから買ってよみたいな風にお話し会で言われたの。やってみてって、不滅のあなたへという話、過去のおすすめアニメ。私はもう断言してラブライブ。泣けるよね本当、女の子がさ目標に向かってさ頑張り続けてなんか希望を胸にっていうところがすごい泣けるよね。ぶつかり合ってなんか切磋琢磨していくところが本当に泣けるよね。あとはそういう私結構女の子が頑張る系のあれ好きで、なんだっけ、そうニコニコニー、そうなんだっけ、7分の32みたいななんかあったじゃんなんか7分の32みたいなあったじゃん、なんだっけ、7分の23みたいななんかあったよね。7分の33だっけ、72分みたいな、7分の7、それすごい好きです。秋元さんがそれは書いてるので、あ面白いわそれはって。7分の33みたいななかったっけ、そういう秋元さんが書き下ろしてるやつ。そうラブライブは本当に面白いで、ね、あ7分の22か、72時っていうのか、惜しいな、30かじゃなく20代か、72時っていうの、7分の22か、それすごい好き。72時で合ってるのかな、でもアイドルだよねそれ。でもアニメがすごい面白くてすごい好きで
面白い。なんか一人一人スポットライトが当たって、過去と照らし、あくびした、過去と照らし合わせたり、そうして、なんかすごい面白いんですよ。女の子たちがね、これまた頑張るところが面白いです。え、そう、アマプラで私も見てます。あ、伸びた、あっちに行った。そう、私もアマプラユーザーなので、アマプラで見れるやつで、今は漫画を、漫画で、え、見始めた、ほんと嬉しい。4話まではなんかただなんか愛着を湧く時期、伏線とか張ってる時期なので、しっかり見て、見てみてくださいねそう、不滅のあなたへは、そう、2期が出るので、それまでにちょっと復習じゃない、予習見てます。そうそうなんです。学校暮らし見てない、面白い。あ、え、7分の22は円周率に近いか。あ、そうなんだ。え、知らなかった、すごい、そんな理由があるんだ。秋元さんのは本当に面白いなって思う。そういう意味があるんだ。そうなんだね。でもすごい好きでした。あとは私が好きなの、なんだ、鬼滅はもちろん面白いよね。なんだろう、私結構アニメ何が好きって言ってるっけ、何が好き、過去見たやつ、何が、ヒロアカとかも好きで見てました。最近はちょっと終えてないんですけど。あ、いいですね。私もちょっとメンバー忘れちゃったな。関西弁のね、何かちゃんって好きだったな。ね。少年、でも最近は少年面白いと思えるようになりました。最初はなんか、あ、軽音とかもめっちゃ好きで、そういう系だったんですよ。軽音、軽、女の子系が好きだったんですけど、え、見てない、私そんなにねアニメ見てないのえ、嬉しい、聞いてもらえて。ヒロアカいいよね、誰好き、え、私はセロハンタくんですあ、来た、セロハンタくんが好きです。テープ、セロハンタくんが好きなんです。え、これは聞いてほしかった面白い、セロハンタくんに一目惚れしてからずっとセロハンタくんが好きです面白い、私ウケる。あ、そうだ、王様ランキングはちょっとあんま終えて、最近7話ぐらい、6話ぐらい終えてないですね。軽音誰推し、アズニャンかなアズニャンかな、え、意外でしょ、え、多分意外、星なんだろう、そう、セロハンタくんが好きで。ハッチさんありがとう、レインボースター。私結構アズニャンと同じギター買ったぜ、ガチ勢だアズニャンかな、でもなんだろう、そう、セロハンタくんはきっとあんまりセロハンタくん推しな人いないと思うの私はセロハンタくん推しです。そう、そう、爆豪くんね、好きだよね。セロハンタくんのこんな、こういう感じがすごい好き。みおちゃん、あ、むぎちゃんすごい好きだな。みおちゃんはの子だよね。あれは、あ、なんだ、りつちゃんが好きだ。あ、ダメだよ、りつちゃんが好きだな。りっちゃんって言うやつ、もうちょっと覚えて、もう中学校ぐらいの話ですよね、私が。にゃん吉さん、星ありがとう、キラキラ星ありがとう。ぼやっきーさん、キラキラありがとう。何だ、ご、え、何だ、なんて読むんだろう。にゃん吉さんありがとう。りっちゃんだ、あー、なるほどね。ちょっとみんなガチじゃん、ちょっと私ついていけない。ハルルン
がとう。パチパチパチ、ありがとう。ミネタ、え、どんな人？わかんないな。そんなね、見入れてはなくて。でも、好きです。王様ランキングも好きだし。でもちゃんと私、しっかりアニメ見てますからね。ケイヨンも。ケイヨンも、ヒロアカも。あとは、あ、一時期お面白いと思ってたのは、配球ってなんか面白いですね。私あんまりなんかそういうスポーツでなんか頑張る系みたいな見てなかったから、私あんまり歌も終えてなくて。そうなんだ。ハルルンさんキラキラありがとう。あ、登った。そう、武道館。面白い。え、あの子か。そしたらつゆちゃんもいいな。あの子意外といいキャラしてるよ。ふわふわタイム。え、なんかね、私歌えるよきっと。なんかあーってなるよ。ちゃんとみんなに、あ、リコチ。ちょっとまた歌えるようにしとこう。まさぴょんさんありがとう。一番星ありがとう。ありがとう。あとなんだろう、でも王様ランキングはすごい面白かったな。今なんかすごいよくわかんない話になってる。私はなんかよくわかんない話になっててちょっと終えてないんですよ。そう、全然終えてないんですよね。なんかさ、なんかぼっちがなんか、ああすごい星に願いよ。すごいまさぴょんさんありがとう。え、すごい、何今の流れ星シャワー。ありがとう、すごい今の、びっくりした。スクショとか撮れたかな。ソシンさんハートありがとう。やっちゃんありがとう。キラキラキヨニーも綺麗ありがとう。そう、なんか絵本を描きたい人だったんですよね、きっと王様ランキングの作者さんが。それでああいう絵なんですけど、なんか瞑想し始めてから、私も瞑想し始めました。瞑想ではないんだろうけどね、私瞑想しました。あとなんだろう、見てたよって言えるやつでも、鬼滅は本当面白いな。ねえ、なんだろう、何が好きだろう。あ、でも今はやっぱリコリスリコイルかな。今期はパリピ孔明も見てます。バンバンチキチキボンボン。オットタクシー、どんな話なの。なんかこの前もファンの方に教えてもらったの。オットタクシーはどんな感じですか。こんにちは、バンバンチキチキバンバン。ちょっと不滅のあなたを見たら、あのみんなのおすすめアニメを読んで見ていきたい。あ、そう、私あの東京グールも今更漫画を読み始めたんですよね。そう、スパイファミリー、あ、見ました。あの入学あたりで入学試験あたりまで見てます。今全然終えてなくて話せなくて申し訳ない。物語シリーズは全然もうあの触れれてもないんですけど、どんな感じですか物語。なんか化け物語とかありますよね。ゴールデンカムイ、どんな話。ミステリーなんだ。オットタクシー、エイコさん、通り部はなんかなんか握手してピッてなってピッてなるところまでは見れました。もう全然君の知らない物語しか知らないです。少女系見てる。もう私は最近アニメに生かされてる、不滅のあなたに生かされてるので、ちょっとまた新たな生かされアニメを見たいな。はーにゃ、ピーナッツが好き、人参も嫌い、あーにゃカリカリベーコンが好き。化け物語と
傷物語を抑えたらいい。なんか言い方がすごい。わかりました先輩。化け物語、でもなんか結構私なんだろう、大丈夫ます、そう試験出ます、はい。僕だけがいない街は見たことない、アマゾンプライム、どれから見るかは悩む、何から見てほしいかな、あ、私結構好きだったのホリミヤとかめっちゃ好きでした、そうホリミヤめっちゃ好きでした、ホリなんちゃらさんとミヤなんちゃらさんの話だよね。あざざます、こうもかもいいな、くどきがセロハン倒しでもいいんですか。セロハンター好きだな、あ、ホリミヤハマらなかった、でもなんか何を伝えたのかわかんないけど、とりあえずなんかホリなんちゃらさんかミヤなんちゃらさん、男の方がなんかかっこよくて、なんかそれでなんかお互い恋に気づいてみたいな、なんかそういうなんかちょっとふうふうみたいなところが良かったですよね。あと着せ恋は私なんか、あ、ホリミヤの方、あ、ホリミヤさんです、ホリミヤさんっていう人がいる、もう覚えてない、私にわかだな。ちゃんと見たのに、推しかぶり、セロハンター推しかぶる人いるのかな。面白い、着せ恋はなんか漫画の方を試し読みしてたんですよ、でもなんか結構なんだろう、そっち系じゃないですか、なんかうわーみたいな、うわーみたいな、なんかそういう系だから、ああそういう系に走るんだみたいな、そっち系に走ってんだって思って一旦保留にしてます。面白いのか、でも人気ですよね、ロクさんありがとう、だるまありがとう、そうなんか男、どっちかといったら男性が好きそうな、主人公もね可愛いし、女の子の方そういう系なんだって思って、あとはあけびちゃんのセーラー服もなんかまだその入学して教室に入ってなんか爪の匂いを嗅ぐ、なんかこう嗅ぐのが好きみたいな子と友達になったところで終わったな、全然最初なんかまだ全然深いところまで進めてないな、でも私が一番おすすめするのは鬼滅だよね、あー、コミさんはコミュ障ですだっけ、あれなんか可愛いよね、めっちゃ可愛いよね、あれなんかよくあれに出てきてました、広告に出てきてた、サメが出ないサメ映画ノーシャーク、どういう、あ、とある系気になる、私さ、リゼロってどんな話なんですか、リゼロに全然あんまりよく分からなくて、なんか私リゼロ、あ、ハマるんだ、なんか最初なんか殺し系、あ、君に届けは漫画読んでた、めっちゃ好きです、いいよね、なんかすごいそういう系好きです、そういう爽やかなラブ系めっちゃ好きです、リゼロはなんか最初なんか異世界にまたなんか転生して、あの異世界に入り込んじゃってなんか殺される系、なんか殺し、なんか目の前でなんか殺されるみたいな、それからなんだってなった、死に戻りするやつ、あ、やっぱどういう話なんだ、雑すぎ、異世界に行くやつ。やっちゃんキラキラありがとう、異世界にしてなんか目の前でなんか人が殺され続けるからみたいな、それを阻止するお話なの、何なんだあれは、フォーユーさんハートありがとう、あれは何なんだ、リコリスリコイル本当面白い、レムとエムリアタンどっち派なのか気になる、
水色かピンク派かってことですよね。え、性格も変わってくるんですよね。それは見たいよね。ソードアートオンライン、まあ見えないな、まだ見てないな。プリキュア魔王様はリトラ、あ、推しぶどういいよね。推しぶどう私も漫画読んでて面白いってなった。私のファンの方に似てるなと思って。そのエミリアは白、あれピンクは何、ピンク誰、ピンクはラム、エミリアは誰。ジョジョは1話でもう結構私には残酷すぎて無理でした。犬が殺されるんですよ、だからうんってなりました。ワールドトリガーか、ワールドトリガーか、あれすごい最初一発目だけ。あ、そしたら私めっちゃ好きなのがあって、あの、あ、そう、この前もなんかお風呂で急に思い出してあのアニメ好きだったなみたいなあったんだよな。なんかあのなんかゾンビみたいなやつでさ、半分ゾンビみたいになってみたいな、ムメイっていう女の子が出てくるさ、なんだっけあれ、好きだったな。すごいなんか頑張る系、頑張る切ない系、めっちゃ好きだったな。推しぶどういいんだ。そう、私のファンの方に似てて、そのファン、その推しぶどうのファンの方、あの、私のファンの方にめっちゃそっくりで、え、私のファンの人じゃんってなったんよ、面白い。そう、なんだっけ、長女何するだっていうの、何それ、推しぶ、いやいやいやぶどう、そっちのぶどうかいって。そう、ムメイちゃん、なんだっけ、あの花じゃないんだよな、ムメイ、あのゾンビみたいなお話なんだよ、あの花。え、私でもあの花もなんかいいですよね。もういいかい、まだだよみたいな。でも全然まだ1話ぐらいしか見れてないな。なんか主人公が結構理不尽な世界にいる系ですよね、理不尽系ですよね。なんか閉ざす系は見ててなんか応援したい気持ちになるよね。寿司職人しょたまるさん、ありがとう。キラキラ星、ハリーさん、一番星、ありがとうどうした、ありがとう。一番星、私知ってるから聞かないけどありがとう。一番星ポーズありがとう。え、推しぶどう実写化、すごいそう、鋼鉄城のカバネリ、え、そう、カバネリ、え、よく知ってるね。そう、カバネリです、カバネリ、めっちゃ面白かった。そうあの花泣けるんだえ、私のこと、え、みんなのことだよ推しぶどうのファンの人みんなに似てる。あのキャラが卒業発表したの、え、何、え、そう、カバネリはあのコロナ期間にめっちゃ見てハマりましたね。めっちゃ面白いなーと思って、なんか頑張るけど報われたんだよね、あれは。なんかでもなんかいいよね、そういう切ないよね、ちょっと感動する。キヨニありがとう、キラキラ、コードギアスかな、どんな話、コードギアスは。確かに、そう、私もミリにそう勧められて見始めた気がする、カバネリは。ジュンナさんありがとう、レインボースター、ありがとう。なんかでもあんまり全然アニメ見てないな。あとはなんだろう、みんなも結構アニメ見るんですね。今は不滅のあなたへと東京クールです。ごめんなさい、サイキクソめっちゃ好きです。これあれって何なんですか、なんかめっちゃ面白い。
ポポタンは今お顔洗ってます。超能力を手に入れた主人公の話。あ、なるほどね。おすすめ教えてくれてありがとう。みんなのおすすめを教えてくれてありがとう。私も全然アニメ見れてないですよ。確かに気が取られなかった。あ、かわいい。あ、メロンパンさんハートありがとう。確かにミラチュラスって何。ディズニープラス私も入ってる。なんか見よう。ネトフリとかも見てるんですよね。かわいい。かわいい。いや、確かに。ウケる。そんな錯覚。サイキクソめっちゃ面白い。なんか暇な時に見れるよね。面白い。あれめっちゃ好きでした。私もコロナ期間めっちゃ見てた。どんなお話なの？あー、あれも見たな。なんかさ、僕は友達が少ないとか。見せて見せて。見せられないよ。かわいい。なんでやって。メロンパンさんハートありがとう。今ゴロンしました。僕は友達が少ないとか。ギャグ系ならすごいよマサルさん。すごいよマサルさん伝説のアニメ。ちょっとそれちょっと後で。すごいよマサルさんね。ギャグ系って言ってもめっちゃ元気になるよね。あとギャグ線磨かれそう。ボボ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 ボ。あれどういう、あれにしようか。ポポメール。じゃあポポメールをお待ちください。エヴァは見たことある。え、見たことないけど、あの有名シーンとかなら結構。あんたバカ。それはちょっと見ましたよ。あと逃げちゃダメだ。マサルさんはカオスなの？え、見てみよう。あ、確かにギャグなら、確かにおそ松さん。私も、あ、おそ松さん見てました。現役でしたね。何？セックシーコマンドのマサルさん。見てみよう。あ、はなかっぱ大好きです。はなかっぱ大好きです。アニメ？そっちのアニメだったらはなかっぱとか。めっちゃ大好き。お猿のジョージとか。お猿のジョージで空港の生き方を学びました。空港で飛行機の乗り方を学んだので。お猿の、おそ松さんはもう現役だったな。ラブライブも現役だったような気がする。はなかっぱのスタンプ持ってる。嘘。おそ松さんは、私は中始末推しですね。中始末。私結構なんか、そう、春夏秋冬朝日バーめっちゃ好き。中始末推しです。私結構そういうやんちゃな、ちょっとなんかおかしなタイプが好きですね。はなかっぱのエンディング。半磨きシャカシャカシュッシュッシュ。素晴らしいてか。ぐんぐん伸びたね。はははかかか。ほーらいいお顔。一人でできるね。シャッシャカシャ。シュワシュワあわあわゴグゴグシュッシュ。あわあわぐるぐるピカー。
ていう歌ですよね。コップ、確かに確かにこれは大きい、すぐ出てくるそう、はもう花カップはもう大好きです。うん、ウケる、みんな結構みんなアニメすごい。いやいやいや、このコップ本当に大きいですよ。手で持つのももうほらこんな感じですもん。はにゃはにゃはにゃ、ギャグ漫画、日常とか大好き。日常は大好きですね。あとなんだろうな、フランフラン、違うと思う、多分違うね。うん、普通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 かな、わかんない、どこのなんだろう。大学に入ってからもなんかあるよね、時期が。バンバン、あ、そうだ、昨日話してたのエンゲージキスですね。エンゲージキスも1話見て、1話っていうか最初の5分とかそこだけ見て、あ、ヤンデレだってなりました買い物上手じゃんママ褒められましたね声出たってあ、わかる、博士好きだった、私も博士好きだった。こんばんは、今日は配信何時までですかって、え、飽きるまで何時までがいいですかね。でもまあ10時半とかまではしたいですね。博士好きだったなぁ、となんだろう、あとあれは、あの子なんだっけ、思い出せない、あの許してヒヤシンスみたいな人誰だっけ、なんかゆい、ゆい、ゆっこだっけ、ゆっこ、ゆっこだっけ、プロのママじゃん。長時間待機なの、まだ飽きてないとえ、京都アニメーション制作品はほのぼの系が多い、そういうのまだ分かんなくて。そうなんですか、そうなんだ、しんいちさんハートありがとう、きっとなば長引くやつだ。え、でも私あのアニメ不滅の あなたへめっちゃ見たいのでめっちゃ見たいんですよ。あ、あとね、彼女をお借りしますは結構面白かったな、なんかラブコメなのかな、まあ面白いってなりました。なんかそういう彼女をお借りします系ってそんなね、なんか身近じゃないから、へえ面白いってなった。そうなんだ、慶応も興味、そうなんだ、え、アニメ見てる、カノカリは爆笑しながら実況そうしてました。1話目からなんかちょっとあの際どくて困りましたよ。大学生の話、そうだね、あとは五等分の花嫁も好きだし、でも結末を知ってしまったからもうなんかうんってなりました。かっこなんかよく聞く、どんなアニメなんだろうこんにちは、こんばんは、東京グールか。でも私も自分のことをグールと思って生きたら楽しくなるのかな、どういうどういうことなるかもしれないけど、なんか格好の言い名付け、あ、転生したらスライムだった件は結構最近見始めました。寝落ちしながら見るのにハマってます、それを。だから全然話が進まなくて、あとドクターストーンも寝落ちしながら見てたな、だから話が進まなくて、ドクターストーンめっちゃ面白いのになって。そうなんだ、白髪金木くんか、え、そこをぴゃちゃんも見てほしいって言うんですよ。でも私はもう漫画で追えなくなっちゃって、だからアニメで見ようと思って。窓マギ見てない
見ようと思った。奈々さんが舞台に出てたから、これを機にちゃんと見ようと思った。お兄ちゃんがね確か見てて、ああゆるキャンいいね。ドクターストーンめっちゃ面白いよね多分。え、寝ちゃう、わかるでしょ。めっちゃ面白いよね。でもあアニメだと声、音と声がついてさらにやばい。わかった。なんか 7巻目で、あの7巻目まで、7巻目でその白髪金木くんに覚醒その発狂シーンがあるっていうから、そこを見てほしいっていうの言われたけど、私が終えたのは5巻だけだったので、漫画で終えるなら追いたかったけど、もう難しそうなのでアニメで追おうってなりました。アニメで追う。そう、結構なんか窓マギもなんかいいって聞く。あと魔法少女サイトとかそういう系だよね。わっいいね。ラティアス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 、あれはもうね尊いよね本当。もう儚い。最後の宙は何だったんだろうね。誰だったんだあれいいよね。こんにちは。え、すごい山口キャン。ゆるキャンも見てみたいし、なんかあとでも私やっぱほのぼの系は眠くなっちゃうかもしれない。なんかあともう一つぐらい見てたんだよ。なんかほのぼの系でほのぼのしすぎてちょっと延々の消防隊なんちゃら海戦線なんだろう見たい。あーミュウツーの逆襲。そうわかる。あれはわかんないよ。あの私も子供すぎてわかんなかったけど、大人になってやっとわかったもん。あポケモンもこういう気持ちなのか。あ、重いんだ。永遠の集合体。集合体っていう。バイオレット・エヴァーガーデンも見たくて。そう、私、泣ける系のアニメを探してて、不滅のあなたへを今見てるんですよ。そう、なんか、心が浄化される、感動、泣ける系を見たくて。あ、ショーです。ピカピ、そよさとしって撮るよね。ピカ、叩き合いピカチュウのすごい好き。あー泣ける系。え、じゃあバイオレットエヴァーガーデンも見よう。え、なんかハッシュタグリコチメールで教えてくださいぜひ。なんかそういう泣ける系いいですよ。泣ける系。花垂れの衣装がバイオレットエヴァーガーデン。確かにね。私も表紙だけ見たことある。表紙っていうかそのポスターっていうかさ、そういうの見たことあるけど、確かにいいねなんかちょっとフリフリってしてるところとかね、確かにわーいいですね。不滅早く見たい、見終わりたい、見届けたい。もう10時ですね。おやすみメールを送れてよかったです。あー確かに心が叫びたがっているんだ。めっちゃいいですよね。なんかいいよね。なんかさお腹痛くなっちゃうんですみたいな。なんか声の形とかね、なんかそういう感じだよね。見たいのがいっぱいありすぎて困ります。ドラえもんですか。え、ドラえもんの映画は毎回なんか泣いたら負けって思ってるから泣かないようにしてるけど、泣けるよね。私謎になんか泣いたら負けゲームをドラえもんの映画で頑張ってるんですよドラえもんとクレヨンしんちゃんで、あの泣いの映画で泣いたら負けっていうゲームを私勝手にもうほんと決めてて、そうなんか昔から聞いてて決めててでも
クレヨンしんちゃんもドラえもんも映画になるとめちゃくちゃ泣けるじゃないですか。 そう、泣かし生きてるじゃん。なんかさ、なんか恐竜警察みたいなやつ、恐竜のお話とかめっちゃ泣けるじゃん。未来日記知らない、見たい、でも聞いたことある。え、そう、泣かし生きてて、なんか恐竜を、なんか恐竜のさ世界にさ行って、なんか、そう、悔しいのよ。で、なんかあの氷河期みたいなそういうのが来てさ、そうでさ、なんか恐竜とお別れになっちゃうのみたいな感じに悟ってみたいな、そこでマジかみたいな、視聴者をってさせたいってからの、あのなんか大丈夫でした、みんな救われました、でもお別れです、それでのび太がなんかわがまま言ってみたいな、そこでなんか、ああ別れたくないよねみたいな、泣けるんだって。 泣けるじゃんそんな。でも泣いたら負けだと思って頑張って、あの泣かないようにしてたけど、負けましたね。泣いたら負けゲーム失敗です。ホラーミステリー、あ、アナザー、そう、アナザーはなんか本をお兄ちゃんが持ってて、だからその本をいつか読もう読もうってずっと広島に連れてきてて、ちゃんと読もう、読んでからアニメも見よう、いいって聞くよね。ジャイアンもそうね、月面探めちゃくちゃ良かった。 恐竜のやつは良いよね、落胆だよね。本持ってる、そう、本も結構読みます。あんま読まないけど、お兄ちゃんが本好きで、お兄ちゃんの部屋からあの持ってきて、お兄ちゃんの部屋から読もうって思って持ってきた。高校生の頃、通学時間なんか有意義なことをしようと思って本を読み始めたのがきっかけ。こっそり、こっそりではないよ、お兄ちゃんがこれおすすめだから読みなって。なんかやっぱ本を読むことはその人間性を高める上ですごく大切なんですよね。 それで読むようにしてます。確かに滝野さんはなんか漫画とか主人公になってほしい、漫画とかになって書いてほしい、なんなら書く。 書くよ。あやつじゆきひと先生、え、ミステリーなんだよね。そう、兄、お兄ちゃんもミステリー系がすごい好きで、お兄ちゃん、そう、お兄ちゃんも本読んでるから、国語はすごい、また賢くって、偏差値とかもなんかすごいことになってて。 そう、だからやっぱ本を読むって大切なんだなって思う、お兄ちゃんを見てて。だから私もまだ間に合うかなって本を読んでる。しかも私がなんかフィリピンとか行ってたので、なんかよその大人の人とはよく絡んでたんですよ。で、大体賢い人とか大人になってなんか成功してる人は本を読んでるんです。皆さん本を読みましょう。 まあみんなはだから今いるんだよね。そう、英語、そうなんです、フィリピンで練習した、間に合うよね。だから本を読むのは大事。アメリカいいね。私もアメリカにホームステイした過去もありました。そう、本を読むの大事。そうだから私が好きだったのは、私が好きなのは、伊坂幸太郎、幸太郎だったらどうしよう、そう、ニューヨークの大学院、やば。 やばやば、え、でも漫画も本に入ると思う、ニューヨーク。 行ってみたい。え、なんか私おついちさんとかめっちゃ好き、
あとさ、リアル鬼ごっことかめっちゃ面白いですよね。めっちゃ面白い、リアル鬼ごっこ。めっちゃ面白い。リアル鬼ごっこはめちゃくちゃ面白い。みんな知ってるよね。佐藤さんが殺されていくっていう話。あとは陽気なギャング、おついち、死に損ないの青、おついちさんの死に損ないの青とかめっちゃ面白い。おついちさんいいよね。勇気ありがとう、キラキラ星、ニューヨークって面白いの、ってみた。ハリウッドは知ってる土地の名前を言うやつ。リコちゃんはウサギさんです。今も読んでる本は夏、全然読み進めてなくて、全然なんですけど、ひまわりの咲かない夏っていうミステリー小説を読んでます理科の問題で何尊敬するようになったねえ、あんなたった一つで。私理科得意ですよあの点数で。ハリウッドはゆったりしてる。キャリフォーニアは、カリフォルニアいいな。何見ようかめっちゃ悩んでた。アニメ、理系なのか。理系に憧れてて理系に頑張ってなろうとしてましたよ。理系女、理系なの、理系。でも私進みたい道が理系だったから頑張って利点したけど、結局無理だったな。今勉強の楽しさ、学ぶ意欲がないとさ、やっぱ時間と意欲がないと無理だよね。リコだけに理科得意みんななんかリコだけにとか言うじゃんあ、数学、私数学とか苦手で、物理とかほんとよくわかんなくて、こういうなんか計算系がほんとに苦手。いいえ、いける。ほんと？湯気は液体だよ。みんな知らなかったの？あれは序の口でしょう。あれはさ、みんな、同じ番号を選んでもいいっていうのをさ、あんまり読んでなかったからだよ。絶対そう。プログラミングとかできないよ。じゃあ、来年の学力神セブンに目指しましょう。でも映画があったら、英語があったら私は100点中70点を取れてたんじゃないでしょうか。うん。でも英語って難しいよね。英語って難しくない？超恥ずかしいって。国語よかった63点とかってよかったかな。TOEIC 900やば。私 TOEIC は受けたことないけど絶対取れないな。でもみんな知らなかったの？湯気は液体だよマウント。英語わかりません。私も英語コンテンツを作りたいと思ってて、スペサポでオタクイングリッシュっていう企画をずっとやろうと思って、動画を撮ろうと思って全然撮れてないので、ちょっと待っててください。私企画はしているので、早く動画を撮って、動画を撮ってやります。待っててくださいとスペサポお待ちくださいね。みんなさね、スペシャルサポーター会員になってくださってるからさ。じゃあ数学と理科勉強しよう。そう、オタクイングリッシュ。 STU ラボわかんない。 STU ラボは多分一生私ない気がする。どうなんだろう。やらせていただきたいけど、まだ全然そういう企画私ってないので、したいけどね。バズると。確かお蔵入り動画もスペサポリコチのひよこ、そう、アーナちゃんがリコチのひよこ動画を、ひよこのお尻動画を投
稿してくれたらしいので、えスペサポ今日入った、じゃあやらなきゃ。でも筋肉キラキラ金曜日に筋トレ動画もアップしたいんですよ筋肉キラキラ金曜日に筋トレ動画あげたいんですよ。え今日入った、みんなすごい、なんでリコ TV したいよ、したいしたい。あすごい、推しぶどうオタク英会話本、なにそれ、オタク学力テスト、私絶対まだまだだろうな、ペンライトサイリウムというぐらいしか。筋トレが趣味ですか、筋トレえ霜降り明星さん、私めっちゃ霜降り明星さん、ん好きだよ。粗品さん、粗品さんの YouTube チャンネルめっちゃ見てる。でもせいやさんも面白いじゃん、めっちゃ好きなんだよね二人のネタ。なんかあの自由席で交わす気がない、あの交わせる気がないこのワゴンの女の人、いかがですかみたいな、あプロデューサーありますよ、いかがですか、いかがですか、ああのいかがですか、通ってんの、めっちゃ面白い本当にえクイズ会見る、あとあのおまだれ選手権がめっちゃ好きでメールにも書いたんですけど、お前のこと誰が好きなん選手権お前のこと誰が好きなんいやめっちゃ面白くて、あの日頃のモヤモヤがそのおまだれ選手権を見てあのめっちゃ解消されるんですよ。ほんとみんなに一回は見てもらいたい。いや見てるよね、そんな私みたいなやつに見てくださいとか言われる筋合いは絶対ないよ。めっちゃ好きなんです、えネタに音つけて踊らせてる動画、え見たい、なんだろう霜降りチューブ、え見てみよう。霜降りチューブは全然見れてない、おまだれ選手権っていうのがあって、多分皆さんも日頃生活してたらお前のこと誰が好きなんてぐらいイラつくことがあると思うんですよ。そのイラつくことをその霜降り明星さんの粗品さんが視聴者さんからあの募集して選手権を開催するんですけど、その視聴者さんも面白くて、例えば学校の先生が美術の授業でなんか空の絵を描きなさいっていう時に、あの僕は一人だけ夕方のお空の絵を描いたんですね。それであの一人だけ夕方のお空で、周りはみんな晴れたお空とか描いててみたいな、それで先生にあなたふざけてるんでしょみたいな風に言われたんですよねっていうエピソードをその粗品さんに出して、もっとなんか本当にイラつくようなことを言われて、そしてバカなのみたいな、そしてお前のこと誰が好きだって突っ込むんですよ。それがめっちゃ面白くてお前のこと誰が好きなん、いやお前のこと誰が好きやねん、いいことないねやろ普段生活してて、お察ししますはい感想っていうのがめっちゃ面白くって、めっちゃ面白くて、本当に面白くてめっちゃ面白くって本当に大好きなんですよめっちゃ面白いんですよ。ああこれもう覚えちゃってて、なんか第一段階がお前のこと誰が好きなん、第2段階がいやお前のこと誰が好きやねん、第3段階がいいことないねやろ第4段階が普段生活しててで感想したらお察ししますめっちゃ面白くて、もうネタ完璧に覚えてるでしょめっちゃ面白い。そうおまだれは本当に大切です。あのね、普段生活しててなんか嫌なことされてグスンってなってる人いると思うんですよ。おまだれくんを心に住ませてあげてください皆さん。あのその精神を得ればマジ無敵です皆さん。
例えばなんか嫌なことがあるとするじゃん。例えば上司になんかイラつくようなことをされたら、いやお前のこと誰が好きなん？ああ面白い。そうステージ4。そうそう。お察しします。もうお察ししますまで来た感想よ。なかなかのおまだれよ。面白すぎる、やばい。たっきゅん、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。私も、結構昔の、なんか、リコチメールのハッシュタグで、なんか、僕はもうリコチにがっかりしたので、推し変します、みたいな。という、なんか、リコチはこういうこともできなくて、他の子はこういうことできてるのに、リコチは全然できないので、推し変します。いや、お前のこと誰が好きなん？ごめんなさい、すいません、失礼しました。あー面白いですね。やっちゃんキラキラ星ありがとう、ありがとう。あいや、お前のこと誰が好きやねん。いいことないねやろ、普段生活してて。お察しします。この精神必要ですよ、皆さん。皆さん、この精神大、もうめっちゃ必要です。私は、当時の私は本当にピュアで、おまだれくんなんて心に1ミリたりともいなかったので、私が悪いって、ピエン泣いてたんです、朝から。いや、もう今の私、お前のこと誰が好きなの？めっちゃ面白い。ちょっと上司の前で口に出しちゃったら、ちょっとそれ私もちょっと、責任は、追いかねます。そう、こういう時に使ってください。しかもちょっとなんか関西弁っていうところ面白いですよね。いや、お前のこと誰が好きやねん。いいことないねやろ、普段生活しててお察知します。面白い。いくごぴょんぴょん、とうとい、ありがとう、ありがとうございます。え、すごい、アバターガチャ、リコチは出てない。寿司職人、ショタマルさん、いいね、ありがとう。めっちゃ面白い。そう、やっぱアイドルってそういうことあるじゃないですか。言われやすいと思うんですよ。そう。みんな、お前のこと誰が好きなん？みんな必要です。でも私、この言葉は結構ひどい、本当に。ひどいでしょ？私、そう、私もなんかでも一時期、いやお前のこと誰が好きなのみたいな、なんか気持ちに陥ることもあったけど、私の高校の頃の先生、国語の先生、そう、それこそ国語の先生なんですけど、にゃん吉さん、うま、ありがとう。そう、もう振り切れたら言いましょう。なんか私の、それこそその国語の先生がなんかすごい嫌な人がいても、その人も誰かに愛されてるんですよ。誰かしら一人には愛されてるんです。その誰かの愛してる人なんですよ。そう、だからそうやってお前のこと誰が好きなんて、そんな軽はずみにあんまり思わないようにはしてます。やっぱ誰かの好きな人っていうか、誰かしらからやっぱりみんな愛されてるじゃないですか。そう、だからそんなひどいことを思わないようには気をつけてます。いや、だって本当誰かしら一人から愛されてるよ、みんな。そう、国語の先生がそれを教えてくれてて、その先生もすごい、あ、本当に国語の先生素敵な感覚だって思いましたもん、それを聞いて。あ、確かに、確かになって。嫌なことをされても、あ、この人も、もうちょっと消えてしまえって思うかもしれないけど、ああその人、ああだって誰かに、この人も家に帰ったら家族がいてみたいな、いや、なんかちょっと消えてって思ってもそれは良くないと思う。いいよね、教会で聞く話みたいな。でもやっぱもう無差別に
お前のこと誰が好きなんと思っていいと思います皆さん。もう必要ですよ、この時代を生きるには。おまだれは必要です。おまだれおまだれめっちゃ面白い本当に。それで粗品さんめっちゃ好きになりました。そう、確かに誰が好きなん問いかけてる。確かに誰も好きやないやろっていうわけじゃないもんね。あーめっちゃ面白い。そう、ごまだれ。そう、それ粗品さんも、はい、始まりました、お前のこと誰が好きなん選手権、略しておまだれ選手権始まりました、もうほぼごまだれですねって言ってたんよ。めっちゃ面白くて、ごまだれがめっちゃ面白くて、そう、花だれ花だれですね、花だれのスピリッツ。そう、誰かしらどんなに嫌いな相手でも家に帰ると家庭があったりね、誰かに愛されているんです。家族がいて、大切な人がいて、その人も誰かの大切な人なんです。おまだれと花だれは必要。せやおまだれも花だれも大必要。無敵な人、私だから結構あれ、ちょっと待って、おまだれ公演、お前のこと誰が好きなん公演おまだれ公園いいじゃん今はみんな花は誰のもの公園やってる最中で、私だけ一人おまだれ公園、最悪。なんか私だけなんかおまだれ公園やばやばすぎる。お前のこと誰が好きなん公園瀬戸りやばいよね。何なんだろう、一人公園かな、何なんだろう、どういう歌があるかな。お前のこと誰が好きなん公園に来てくださって、始まりました、お前のこと誰が好きなん公園誰のことを一番愛してるが最初に来るんよね誰のことを一番目にやばすぎる。いいじゃん、お前のこと誰が好きなんフォーユーさん、ハートありがとう。めっちゃ面白い。9月11日の花は誰のもの公園、2公園行く予定、いいですねせやめっちゃ面白い。粗品さんに、粗品さんかける、あの霜降り明星さんかける工藤理子で、めっちゃいいじゃんそう、とことんへこみたい時とか、ちょっと刺激が欲しい時とかですねみんな多分来ると思うんですよ。潤いを足しておこう。おまだれくん本当必要ですよ。私も最近おまだれくんがね、あのおまだれくんが心に住み始めて、例えばね、そう、例えばさ、あの歩行者、最近私学んだんですけど、歩行者優先なんですね、道路って。なのにもかかわらず先に行きたがるタクシー運転手の方結構ピンポイント、もうせかすさ、タクシー運転手さん、私がこうやって歩いとるのにもうブーンブーンブーンみたいな、いやゆっくり歩いて、私はそこであのせめてものを、フォーユーさんハートありがとう、せめてものをあのその抵抗でゆっくり歩くんですよ。なんなら後ろ足をペンってするぐらいあのゆっくり歩くんですけど、そういう時はお前のこと誰が好きな、あ、その前、お前のこと誰が好きなんよりも前に、あのそれまでは至らんけど、あのイラつくなってムカつきますねそれやってムカつきますねっていうのがあるんですよ、うん、それめっちゃいいよ。あ、ムカつきますねムカつきますね、うん、ムカつきますねってなるんよ。本当にムカつきますねって時あるでしょ、わかるでしょ、ゆっくりしちゃうでしょ。そう、譲られてなんぼなんですよ。こうやって歩行者、青信号やけど曲がってくる人たち、こうやってブーンって歩いとるやろがい、ムカつきますねそう、ちょっとお前ムカつきますね
手話でそんな抵抗、ムカつきますねムカつきますねめっちゃ面白い。ちょっとお前のこと誰が好きなん、なんなら私は本当にで、なんか青信号あのこうやって歩いて、あともうちょっとでペンって足の裏ペンってやってピピピンってやって差し去っていきます。そうやってちょっと抵抗します。もう結構タクシー運転手さんってせっかちな方多いですよね。乗ったりしてても、うん、え、なんかさ止まりますとか言う人おらんかった、あえて止まりますみたいな、わざと止まる、ほらやばすぎる。ゆっくり歩くよね、めっちゃわかる、ゆっくり、こんなこんなんこんな感じで、のそのそ、そう引かれ確かに逆上されて引かれたらちょっとこ、ちょっとちょっとそれはもう元も子もないよね。もうまだれ選手権に投稿しよう、その時は粗品さんに読み上げてもらおうめっちゃ好きです、いびきかき始めてる、めっちゃ好きです。粗品さんお会いしてみたい。おまだれ、おまだれくん本当に必要。お前のこと誰が好きな確かに。でも本当なんか結構せっかちで飛ばしたりして酔ったりする車酔い、ありがたいんですけどね。タクシーでもめっちゃ優しい人はめっちゃ優しくて、車内温度いかがでしょうか、めっちゃ優しいわ。笑い声がこもり、うるさくない、大丈夫。あ、でももうこんな時間、結構おまだれでめっちゃ弾みましたねおまだれはほんといいですよ皆さん。お前のこと誰が好きなのめっちゃいいよみんな、ほんとに。上司とかになんか理不尽に怒られたりしたら、お前のこと誰が好きなの、リコちゃんの声で目覚ましいいですね。私もなんかお前のこと誰が好きなんみたいな言葉欲しいな。さよならモーリーさん、何さ、うわーいいね、霜降り明星さんのオールナイトニッポン出てみたいな。私全然そういうの起きれてなくて聞いたことないんですよね。聞け、でもラジオの練習っていうかそういうのにはなるから、ラジオはフワちゃんさんのオールナイトニッポンゼロをよく聞いて練習勉強しているんですけど、霜降り明星さんもいいですね。お会いしてみたい、めっちゃ好き。うわ、もしかしたらあるかもしれないです。私は狩野英孝さんと一緒にゲームしてみたい。あ、もしかしたらこれもさ、あの来るかもしれない。私結構狩野英孝さんのあのゲームのゲーム配信めっちゃ見てるフワちゃんさんはあのフワちゃんさんだから許されるんだよね。もうすごいよね、私だったら多分怒られてるもうできんよ、うん、そう。でもフワちゃんさんすごい面白くて、なんか話の間とかそういうのすごい勉強になります。勉強になる、本当私結構勉強してますから。でもなんか千鳥さんとか、あ、そう、私千鳥さんもめちゃくちゃ好きで、千鳥さんのあの何だったっけ、ちょっと待ていいとか、そう、そういうのを見て、見たらちょっとだけあの MC とかでも面白いこと言えるようになるような気がして、あの勉強してます。そう、そう、狩野さんめっちゃ面白くて、そう、天然だからすごい大好き、一緒にやりたいなと思う。シソンヌ長谷川さんもすごいいいなと思った、セトチャレ。私シソンヌさんめっちゃ好きなので、シソンヌ長谷川さんなのでいいですね。エイコーの架け橋、え、なんか私そう、それもウクレレでコラボしたくて、え、そう、相席食堂、え、あれ中山きんにさんの回絶対面白いじゃん、見る。そう、フワちゃんさんはそう裏ではめっちゃ礼儀正しいらしいので、さすがやなと思いますよね。そう、相席食堂出てみたい、出てみたい。 VTR でなんか突っ込まれたいよね、思い切る逃げ場なくすの。見てみよう、中山きんにさんも見てみよう。で、狩野英孝さんもすごい好きで、あとはホリケンさんもすごい好き。一本グランプリ私 YouTube とかでよく見てるんですけど、なんか載せてるやつ、良くないやつ、でもめっちゃ好き。
ホリケンさんめっちゃ面白くてめっちゃ好きです。めっちゃ出てみたいな、相席食堂。千鳥さんほんと好き、目覚めた、寝てた。そうなんだ、須田あかりさん出てたんだ。これはちょっと、ね、それな、ホリケンさんの一本は本当に天才だよね。私めっちゃ好きで、あの令和を発表、あの言語発表のテンションで何かを発表してくださいってやつで、なんかこうやってこうやってくるくるみたいな、めっちゃ好きなんだけどめっちゃ好きなんだけど、あれ本当に面白い、めっちゃ面白い。確かに覚悟、覚悟決めないとね、あのなんか担がれてなんか こんなんにされちゃうんですよね。うん、すごい好きです、めっちゃ好きです。バカリズムさんもめっちゃ好きだから、バズリズムにスティーフォーテイトが出ててめっちゃ嬉しかったです。バカリズムさんもめっちゃ好き、めっちゃ面白い。若林さんもめっちゃ好きだしね、あとロバート秋山さんの一般グランプリは本当にみんなファンだけど、特にホリケンさんとバカリズムさんと、うんと千鳥さんも好きだし、あとはあの若林さんも好きだし、あのロバート秋山さんも好きだし、やばいそう、若林さん面白いよね。 あと設楽さんもめっちゃ面白かった。ケンタウロスを怒らせてくださいっていうなんかあの回がめっちゃ面白かったです。発想がおかしいところめっちゃ好きです。こんにちは、リコちゃん。リコさんあだ名あるの？私はリコチっていうあだ名があります。はっこりー、ストーチ中のみんながリコチのとリコー、はりっこりー、山口県出身二十歳のリコチこと工藤リコですっていうキャッチフレーズがあります。トゥトゥトゥサークル、わかんない。トゥトゥトゥサークル、キリン川島さんもめっちゃ好きですラップ見たことないな。陽子淵上さん、なんだ、確かに。そう、渡辺美穂さんも出てて、なんかすごいすごい面白い。早く、なんかそういうチャンスあったらいいですよね。なんかめっちゃ見てるので、こういう時はもっと声でかい。あ、もうバチバチです、バチバチです。前髪、そうね、リコゼ、リコゼ、おこぜ、リコゼ。ラビットってさ、朝の番組なのにすごい賑やかで面白いよね。出演できたらいいよね。確かに、なんかあと有吉の壁とかラビット出たいな。なんかそういう、でもねえ、どうですかね。一緒にグーして、工藤理子です。ラビット、でもなんかどうなんですかね。それまで逆線を磨かなければなりませんな逆線を磨いていかなければなりませんな。もう起きれるかな。なあ、そんなとこ心配せんでよかろう。こんにちは。でも私キャラなくないですか？だからお笑い芸人になりたいの。めっちゃ好きなんですよ。めっちゃ好きなんですよ、お笑い芸人さん。ウケる。やばい、おまだれが出そうになった。ムカつきますね。面白い。やばい、ムカつきますね。ちょっとやばいな。ちょっとやばい、危ない。あの、ファンの方におまだれくんが出そうになっちゃった。危ない。そういういじりはちょっとあんまり好きじゃなくて、お花芸人みたいな、それちょっとムカつきますね。ごめんなさい。
その気にしないでね。リアルに過ごしちゃった。お察しします。あの乾燥してる。乾燥した。いつの間にか乾燥した。そういうのはちょっとダメですからね。そう。うん。おまむか、おまむかが出ちゃった。初めて出しちゃった。やばいやばい。危ない危ない。まだ、あの、理不尽ではないので。うん。ムカつきますね。気にしないでね。あれみたいな、ひどいよリコチってなった。気にしないで。危ない危ない危ないよ。気をつけていこう、みんな。平和に行こうね。あちょっとちょっと、おまだれ失礼しました。おまだれポイント1入ってしまったね。面白すぎる。おまだれされた人の声、おまだれ失礼しました。面白い本当に。じゃあちょっと10溜まったら来てください。また 5個溜まったら来てください。もうゆうさんハートありがとう。5個溜まりました。さあみんな、なんかあのみんな、あの、みんながみんな、またなんか変なこと言い始めるからダメだけど。ウケる。面白い。ムカつきますね。めっちゃ面白い。おまだれポイント入りました。しんいちさん、ハートありがとう。面白すぎる、ちょっと。面白い。うん。一歩リードされてるみんな。まあでも、あのおまだれ言われたこ、言われないことにの方がいいと思いますけどね。わかんないけど。面白いわ、とにかく。あ、やばい。あー、あ、かわいい、足も伸びちゃった。うちのうさぎの話。もうこんな時間ですね。そろそろ壇上の、もう寝る時間じゃないですか。おまだれポイントか。ポイントは集めてますかみたいな。あ、今日はポイント2倍なので。ポイント2倍でみたいな。今日は5倍で。眠る時間が来てる。うん、皆さん負けずに頑張ってください。細い、面白い。青組がリードしています。面白い、本当に。倍の日もあるかもしれない。花だれポイント、そう、花はみんなのものポイントをね、あの皆さんを狙ってください。 STU おまだれカード。もうこれは普通にあの粗品さんのネタなのに、勝手に私もなんか話してて、粗品さんにムカつきますねって言われたら困るので、ちょっと気をつけていきましょう。粗品さんの商標登録がね、もうされている気がするので、ちょっとお金が発生しちゃいますね。ムカつきますね。10ポイント貯まったら、まあなんか、うん、なんでしょうね、瀬戸内海に沈めるみたいな、なんかそういう。おまだれ公演招待関係者席。最善とか、あのおまだれ公演、おまだれ公演、おまだれ公演の最善路線をゲットみたいな、そういう感じですかね。おまだれはみんなのもの。おまみん。怖い。安心してください、安心してください。突っ込んでるうちはまだ全然切れてないので、目が笑わずに「ああ」とか言ってたら、多分「あ、これはもうお前のこと誰が好きなん？」って頭の中で言ってるんだなって察してください。面白すぎる。ごめんなさい、勝手に自分に言ったことに笑ってすいません。話し方、本田の真似してるの。本田って誰でしょう、誰だろう。その体勢でも結構あのソファーの裏でキチキチで配信してるので、もうね来てます。ひえー、おまだれおまだれサポーターやばい。
なんかおまだれ選手権したいな、私も。花あのスペシャルサポーターでなんかお前のこと誰が好きな選手権を開催しますみたいな、なんかイラついたことあったら私がおまだれ してあげるのでみたいな。え、みんなあるのかな。私はありますよ。ありますあります、めっちゃありますめっちゃあります。お前のこと誰が好きなって歌詞のレッスンもらった。確かに、もうめっちゃ喜ぶ。あ、サッカーの本田圭佑さん、え、こんな話し方なんですか。全然あの真似したことない。え、真似した時の言い方に似てるの、私の話し方ですか。本当にお見送られる、お味噌見送られちゃうからね。下もらう、下向いちゃうのもう本当に鼻だれがおまだれに変換されてしまう。やっちゃんさん、キラキラ星ありがとう。おまだれですね。ハッシュタグおまだれ。伸びしろですね。え、知らない。え、粗品さんのネタもっと見たいな。大丈夫。いつも脳内。え、脳内再生。とりあえずちょっとじわりますね。お前のこと誰が好きな？じわる本当に。こんにちは。おまだれですね。でもそんな、そう YouTube で見てます。ちょっとやり見たいことやりたいことがいっぱい多すぎて私は渋滞してるな本当に。そう YouTube で見れますよ。じゃあ今日は粗品さんのなんか一つ見て。おまだれって Who are you ってこと？ Who likes you ってことかな。お前のこと誰が好きなん。やばいね、英語にしたらちょっとかっこいい感じやけど。小声なのは近隣への配慮なの？そうですね、一応あの母がこの空間内にいるので、空間仕切りを一つ向かいにいるので、リビングで配信してるんですよ。だからお前のこと誰が好きなんも聞いてます。リカさん、レインボースターありがとう。ありがとうございます。うん、そう話聞いてます。母います。この話聞いてます。そう、STU2期生はみんな可愛いですよ。聞いてますよ。おまだれ。もう。Who like you か。面白いわ、ちょっとおまだれ聞いてます。母も多分この後お前のこと誰が好きなんエピソードいっぱい喋ってくれると思います。わかんないけどいるので。やばい、ああもう来たよ、両じいさん結婚して、ああもうほら、もうなんかもう絶対そうだと思ったよそう来ると思った本当に。おじいさん結婚してあはい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 ってああ確かに写真集出してほしいです。え、いいですね、その夢が叶うまで皆さんを支えてあげてください、私のことを。ちょっとじわるな、ちょっとわかりやすいでしょ、うん、おまだれではないな、まだおまだれではないな、親の前で、まあ、お前誰なんみたいな、多分母は多分お前誰なんっていう気持ちだと思います。結婚してって母の前で結婚してを投げたファンの方に対して、でも母はお前のこお前誰なんおまだれお前誰なんとだと思います。うんありがとう、コキレインボースターありがとう面白い、ごめんなさいね、なんかちょっとなんかいじりが多くてすいません、ギリギリないじりが多くてすいません。笑っていけない企画絶対無理だよ
そろそろもう11時ですよ皆さん。寝ますか？大喜利に持っていく。お前誰なん？お前誰なん？面白い。重い話じゃないよこれは。お前のこと誰が好きなん選手権をねしてたんですよ。リコチにいじられたい。ぜひぜひぜひ。そう、これね、あの引き出しです。引き出しなんです実は。あくびした。去年笑って寝れるのリコチ。寝れるよ。これは引き出しでちょうどいいサイズ、なんか高さのがこれしかなくて。かわいいウサちゃん、ごめんなさい。じゃあぜひ配信をあの見てくれた皆さんありがとうございました。ルームフォローして明日の配信も楽しみにしててください。もっとリコチみたい。ウサちゃんに匂われた。こんなに爆笑してるショールーム初めてで新鮮。え、どういうこと？ネザーランド？穴。うちの子は穴ウサギちゃんです。かわいいね。かわいいね。ありがとうございました。配信見てくださって皆さん、りょうじいさんありがとう。ありがとう。ウケる。ありがとうございました皆さん。わ、じゃあ明日も楽しみ、メールもお楽しみに。あれ、なんかメール取りましたって今日の話だっけ？昨日話してくださったんだっけ？うさちゃんが来た。そんなギリギリまで。今日かメール取りましたって言ってくれた人。じゃあ明日も可愛いメールを送りますみたいな。今日ついさっきだよね。もうなんか昨日の話のような。みんな記憶力強。じゃあスペサポもお待ちください。メール取ってくれた方ね、いたよね。もう取りましたみたいな。え、行動力ありがとうございました。見てくださって。じゃあ団長の方お呼びいたします。明日もメール楽しみにしててください。ハッシュタグリコチメールでメールの返信もお待ちしております。でも昼ぐらいに届いたら、あーリコチアニメ見て盛り上がって眠れなかったんだろうなってさせてあげてください。久保前さん、空なるさん、深夜さん、風ちゃんまん推しさん、おやささん、鍋さん、ゆうやさん、くまけんさん、伊藤ひろしさん、ケンタッキーさん、にゃんきちさん、ゆうき、ぽむさん、くにちゃん、こひめふさん、だんけうどんさん、きよに、ばぼさん、いけのんさん、ちゅうちゅうさん、ひできんがーさん、まこさん、ごまさばさん、ひまわり29さん、こきさん、りょうじいさん、もやっきーさん、ろくさん、ただちーさん、りーさん、ましゃさん、じゅんなさん、ぶんちゃん、そして本日の秋元先生枠は、はっち先生です。ありがとうございます。ショタマルさん、ハルルンさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ。第3位は、マサピョンだよ。ありがとう、マサピョン。ありがとうだよ。ありがとう。第2位は、タッキュンだよ。ありがとうだよ。見てくれてありがとうだよ。そして1位は、ハリーさんだよ。多分もう寝てる？アイコンほら。睡眠中、早い、定時就寝してる。ありがとうだよ。おやすみだよ。みんなも配信を見てくれてありがとうだよ。今日もありがとうだよ。ありがとうだよ。ありがとうございますだよ。リコチメールすこ嬉しいだよ。僕も撮ろうかな。待ってるだよ。リコチメール最高やからねって嬉しいだよ。ありがとうだよ。みんな、みんなのおすすめアニメ追うだよ。みんなありがとうだよ。ありがとうだよ。来たばかりごめんなさい。またね。今来たばかり。今日も可愛いだよ。ありがとうだよ。ありがとうだよ。じゃあおやすみなさいだよ。健やかに寝るだよ。みんな健やかだよ。健やかにだよ。ん？明日は傘を持って出かけるだよ。みんならしいだよ。
健やかにだよ、明日は雨降るらしいだよ、朝から仕事頑張れだよ、じゃあねだよ、ありがとうだよ、おやすみな埼玉だよじゃあねだよ、じゃあねみんな、また来て四角、また来て三角、また来て四角、ありがとうだよ、じゃあねー、おやすみなさーい、いい夢を、バイバーイ。